今からルームツアーを始めます。こちらのソファーは楽天で、3万円弱ぐらいで購入したもので、足がしっかりついているところがおしゃれだなと思って気に入って買いました。色味もすごくこうくすみカラーのシリーズで部屋なじみがとても良いので、こちらを選んでいます。クッションカバーはニトリと楽天で買ったものなんですけれども、こちらもキルト素材でとても肌触りが良くて暖かい部屋の作りの演出になっているかなと思います。クマのブランケットは韓国の通販サイトで買ったもので、こちらもすごく柔らかい素材になっていて、夏でもすごい使いやすいぐらいの軽い素材になっています。のクマのぬいぐるみはイケアのもので、結構インスタグラムとかでも見て可愛いなと思って購入しました。奥の間接照明はすごく北欧のインテリアさんで買ったものでとてもお気に入りです。ポスターはあまり貼らないんですけど、札幌に以前住んでいまして、札幌の市街地の地図がとても思い出されて良いなと思って買っています。観葉植物は実家の母親から株を分けてもらって育てたんですけれども、だいぶ長くなってきまして、また自分で小分けしてみようかなと考えています。ちょっとした楽しみです。こちらの丸いテーブルはこれも通販で買ったものなんですけど、で今までは床に座る形で座卓で暮らしてたんですが、なかなかこう立ち上がったり座ったりっていうところで、自分の性格がズボラなのでだんだん面倒くさくなって床に物が散らばっていってしまうので、ちょっとテーブルの生活をしてみようと思って買いました。この小物がキャンドルを灯すと影が壁に映ってくるくる回り出すっていうものなんですけど、結構夜とかに火をつけてゆっくり眺めています。今年買ったものの中で一番買ってよかったと思ったのがこのプロジェクターです。テレビを捨てたんですけれども、やっぱり何か映像が見れるものが欲しいと思いまして、プロジェクターを買いました。一応、アンテナともつながっているので、これでテレビを見ることもできるし、ネットフリックスとかサブスクの映像を見ることもできます。ブルーレイレコーダーともつないでいるので、ブルーレイレコーダーから、録画したものを映すことができます。これの映す先はいつも悩んでいたんですけど、このロールカーテンを下ろすことで、スクリーン代わりになるようにしています。だいたいこの距離で、80インチぐらいになります。この棚の上は結構お気に入りのシリーズたちがいます。普段使う香水とか、あとはメイクした後の仕上げのヘアアクセサリーとか、イヤリング、ネックレスなどもここに置いています。これはアロマストーンで、なんかアロマストーンって結構黒い色の石とかが多いかなと、白とか黒とかが多いと思うんですけど、こういうちょっと天然な色がまばらに入っているものが珍しいなと思ってこちらを購入しました。ここの上の棚はアパートの備え付けのものなんですけれども、結構飾りやすくて気に入っています。ここには主にキャンドルを置いています。キャンドルを結構数買っているので、一個一個息で吹き消すのがちょっと大変で、キャンドル消しを買いました。これをこうすることで消すことができます。
この猫のガラスのものは、アクタスで購入しました。これ一つ一つが、コップになっていてスタッキングされています。今はオブジェとして使っています。アンバーのカラーがとてもお気に入りです。この上に行きますと、ここもキャンドルが置いてあるのと、あとはミニチュアのお家とか街並みをちょっと自分で配置して置いています。これも真鍮のやつなんですけど、北欧の雑貨屋さんで買いました。この一番上の棚のところは、マニキュアとかたまにしか使わない小物を収納していたり、あとは造花を飾っています。リビングの最後は我が家のウサギです。男の子です。もう少しで5歳になるんですが、こっちでずっと飼っています。リビングの次は、寝室に移ります。寝室はリビングと続き間になっています。ここに本当は扉が、引き戸がついていたんですが、引き戸は外してベッドの奥側に立てかけて、しまい込んでしまっています。管理会社の方にもお伝えしてやってはいるんですが、もしこういうことをされる場合は、部屋が、広くなる分空調が効きづらくなるという難点があるので注意していただきたいです。寝室のとリビングの境目のところに、仕事用のパソコンを置いています。コロナが始まって在宅になったので、新しくテーブルを購入してディスプレイも購入してここに置いています。仕事用の椅子は無印の椅子になっていて、ホワイトグレーみたいな感じで売ってるんですけど、程よいベージュの色がすごくお気に入りです。ベッド周りはあまり物を置かないようにしています。置いてあるものは、Apple Watch の充電器と、AirPods の充電器と間接照明とティッシュになっています。その下にはちょっと汚いんですが、スイッチを裏に置いてます。任天堂スイッチを裏に置いていて、コントローラーをずっとそこに置いています。これの接続先が隣のディスプレイになっていて、会社の PC と任天堂スイッチの画面をこの HDMI 切り替えスイッチで切り替えれるようにしています。テレビがなくなったので撮った工夫です。ベッドは無印の、シングルサイズのベッドで、一番低い足を使用しています。一番低い足にすることで、ベッドの上の洗濯物干しを、この洗濯物干した時にも、下で眠れるように高さを低くしています。最近は、髪の毛をいたわることにちょっと気をかけていて、シルクの、キャップをかぶって寝ています。寝室に、クローゼットがあって、結構大きめのクローゼットになっています。でここには、サーキュレーターを置いていて、洗濯物を干した時に回すようにしています。サーキュレーターの下は趣味の一眼レフの、防湿庫になっています。キッチン始めます。キッチンは結構生活感が溢れてしまっている空間なんですけれども、キッチンに入る前のここに、モビールをぶら下げています。白鳥とツバメのモビールになっています。エアコンの風が当たったりするとゆらゆら揺れます。キッチンに入る手前、ウサギの横なんですけど、こ
こには、ウサギの、牧草とか餌を入れています。食器類は一番下の引き出しにしまっています。最近は、布巾をやめまして、絞れるタイプのペーパーを使っています。これは韓国の雑貨なんですけど、シンクの汚れを流す時とかに、バケツ代わりに使っています。キッチンは、カウンター式になっていてリビングを見ることができます。そこのロールスクリーンに、プロジェクターで映している時に、作業をしながら見れるのでとてもいいなと思います。最近キッチンの中で良かったものはこれです。あまり水を飲む習慣が私にないので時間ごとに目盛りの書いてあるこのボトルを使って水をちゃんと飲むようにしています。キッチン道具はぶら下げて使うようにしています。手前はパストリーゼを置いています。調味料は昔は結構ボトルとかを揃えたりしてたんですけど、買ってきたもののままが一番保管状態がいいなと思ったので、最近はあまり詰め替えはしていません。一番奥にあるのは出汁用の昆布です。この観葉植物も実家から株分けしてもらって今すくすく育っています。ここの棚は、無印の棚を使っています。身長が低いので電子レンジを冷蔵庫の上に置いてしまうとちょっと開けるのが大変で、この棚を買って整理してみました。とても使いやすいです。結構お茶とかコーヒーとか飲むので、そういったグッズをここにまとめています。壁につける無印の棚で上にも紅茶を置いています。冷蔵庫の上に、お薬箱を置いています。あのジョウロは、加湿器を出したシーズンに加湿器にこう水を足すように使っているジョウロです。奥のランタンは電池式になっていて災害時とかで家で使っていました。サイドには、コーヒーフィルターとキッチンタイマーと爪楊枝とあとトレイとあとハサミ類とかを置いています。なるべく色が増えないようにしています。玄関始めます。リビングから玄関に行くとこんな感じで、目の前に、靴箱があって、左側がトイレになっています。玄関は結構狭めなので極力、靴は一つしか出さないようにしています。今のご時世なので、タワーの、消毒液ボトルをぶら下げれるこれをマグネットで扉につけています。玄関についている棚なんですけど、ここにはもう今マスクと印鑑とちょっと香りのものと、こちらはマスク用のスプレーを置いています。この箱は無印のティッシュボックスをマスク入れとして今使用しています。